ジオにはデイ2で用意させていただきましたけど、はい、いやなんか改めてこう、うん、集まってみて、うん、ステージで共演はさせていただいたんですけど、うん、こう改めてこうお話をちゃんとさせていただくっていうのは、うん、この場が初めてかも。そうですね。そうですね。うん、ね、話す隙間なんかミリもなかったので、必死もね。みんな必死でした。もう。そうなんですよね。結構ね、それぞれ違う楽曲に出てるから、やっぱ話したい自分が暇な時って出てるんですよ。画面上でこう、そうそう、踊ってらっしゃるみたいな感じだった。ね。だからまた今日ね4人で話せるのがすごい楽しみです、はい、よろしくお願いします。 X にてこの放送の感想をポストする際はハッシュタグアイラブ歌合戦をつけてくださいね。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。最初のコーナーはこちら、アイラブ歌合戦を振り返ろう。このコーナーでは事前に皆さんに募集したアイラブ歌合戦で印象に残った楽曲のメールをもとにライブ本編を振り返っていきますよ。はい、それではまず私から。最初に紹介する楽曲はトレーシングディフェンダーです。ラジオネーム大ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アイラブ歌合戦で印象に残った楽曲はトレーシングディフェンダーです。推しユニットの楽曲が各作品のかっこよすぎる方々にパフォーマンスされているのを目の当たりにして2日間で一番盛り上がりました。バックモニターの映像もバチバチにかっこよかったです。おありがとうございます。はい、こちらはシャニマス のストレイライトっていう、私が所属させていただいているユニットの楽曲なんですけれども、こちらの曲実際の映像があるそうなんで、ちょっと早速見ながらお話ししていこうかなって。うわー嬉しい。Yeah.